オスオラ山村もみじ。はい。ひなちまファミリーのバナナマンさん。これ、乃木坂の、はいはい、俺ら番組やってその乃木坂ってことだよね、テレビ東京で。はい。で、乃木坂がこの前、新選抜発表って言ってね。うん。そこに樋口ってやつが入ったんですよ、はい、それがそのファンの人のことをひなちまファミリーって言うんだよね。樋口ひなっていうから、うん、みんななんかあるみたいで、なんかあんのよ。でそれを選抜入った元の子初だったんでね、うん、で嬉しくて、うん、みんなこう入った時にちょっと軽くどう今の気持ちはなんて聞いてたら、うん、突然ひなちまファミリーもって言い出して、うん、俺ら知らなかったから、うん、んってなった、ね、何言ってんだこいつと思ってまだひなちまファミリーってやつだったんですよ。そうそうそう、うん、だけどそういうのがあるんですっていうのでひなちまファミリーね。まあでもひなちまファミリーかもしれないよね、うん、いいことだよね。いいこと、可愛い子でね、よかったよね。16歳でまだね、でも大人っぽいんですよ、若いね、うんうん。乃木坂46、あ、ひなちまファミリーのバナナマンさん、はい、乃木坂46新センターの大倉さん、こんばんは。あれ大倉だったっけ、お前か、新センター大抜擢だな、それ大抜擢もいいとこだよ。だって乃木坂じゃないんだから何よりね、おじさんだし、おじさんがあんなもう可愛い子ばっかのキャピキャピの中にお前がセンターで入ってセンター取った記憶にはないですよね。ん、記憶にはないですよね。記憶にはなかった。乃木坂近くに住んでますけど。ああ、なるほど。場所の名前、場所の名前ね。うん。西野じゃなかったかな。西野なんだけどね。大倉だったっけ。本当のガチセンターは大倉なのかもしれないね。うん。うん、リアル変なおじさんになっちゃう。そうだよ。そうですね。ああ、そうだね。うん。うん、みんなが、なんでこの辺、おじさん変なんです。なんなっちゃうよ。うん。うん、そうですね。うん。なんつうの、そしたら。そうです。私が。変なおじさんです。いや違うよ、センターですっていう。そうです、私がセンターです。いやいや、そうですじゃなくて、センターの大倉です。センターの大倉です